まずはね、5つ同時に花火が、はい、大きな花火、オープニング花火上がっています。もう本当にまさに大輪の花ですね。そうですね、まず最初カラーとしては緑から赤、はい、スイカのカラーというかね、遠くからでもご覧いただけるんじゃないでしょうか。上がり始めてからでも多分間に合います。さあ行きました行きました、上空上空、まだ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 、どこまで行くんだ、見えなくなった、ついに上がった。いやー、視界いっぱいに広がっています。すごいですね、もう我々の放送席の本当に真上で ね、花開いていく感じですね。はい、そして今ここで3発目オレンジのひまわりのような花火が上がりました。はい、オレンジから緑、さらに今同時に2発上がっていまして、まだ開かないぞ、まだ開かない、今開いた、2つ同時に開きましたね。いやー、これは下腹部ずしんとくるようなこの音が気持ちいいですね。あ、今度は一気に5箇所から同時に上がりました、2×5 上がりましたが、うわー、ゴールデンですね。こちらもまた綺麗な黄色の、もう雨が降ってくるような、あ、その中でちょっとね、ピンク色、ハートのような形で、すごい、かかりまして、間もなくですね、少し静かなところから、さあ上がってまいります。2カ所から同時に上がりました。お、なんかいいですね、カラフルですね、はい、5色の花火、はい、梅の花のような形のが、ね、そうですね、形はそんな感じですけど、オリンピックカラーでした ね、 ね、そしてそこから徐々に打ち上がる範囲が左右に広がってまいりますね。はい、3つの花火が完全にシンクロしています。さあ伊藤舞子さん、女優の伊藤舞子さんなんですよ、毎年メッセージを寄せてくれて、そうなんですね、はい、いやめっちゃ高いですね、いやー大きい、はい、そしてピンクから緑へね、
していきました。はい、伊藤舞子さんからのメッセージ花火、大きな愛でした。はい、本当に大きな愛です ね、 ね、うん、続きまして、はい、武井良太講演会漫字会一同からのメッセージです。僕たち、私たちの中で良太の魂は永遠に輝き続けているよ。良太、ありがとう。武井良太さんへのメッセージ花火、今3発上がりまして、あ、ひまわりのような、最後にもう一つ花開きましたね。そうですね、武井良太さんメッセージの上ではもしかして亡くなられたりとかっていうことだったりするんでしょうかね。何かでお別れがあった方へのメッセージかもしれません。はい、続きまして、しおりさん、けんたろうさん、ゆうすけさんよりメッセージです。せっちゃん、還暦おめでとう。兄弟3人も育ててくれてありがとう。還暦のお祝いの花火です。さあ、まだ上空高くまで上がっていきます。どこまで行くんでしょうか。今上がりました。あ、紫、青、そして赤、あ、さらにはもう一発上がりますね。まだまだ上空です。今開きました。いやー、綺麗ですね。クラッシュするようなね、花火でしたね。ご家族へのメッセージ、カラフルに変化しますね。ですかね、せっちゃんっていうところにちょっとすごくこう親しみを感じますよね。詰まっているような花火でした。続きまして、 CSR 相模原支部支部長大貫菊雄さんからのメッセージです。今年も50名で花火見物、花火師の皆さん、20年間素敵な花火をありがとう。これはすごいですね。もう毎年ご覧になってるんですかね。そうですね。さあ、いや、また全く見えないところまで行っちゃった。見えないところまで、すごいところまでってどこだか、真上で、いや、大きく花開きました。5、6色のカラーですね。今年で団体として新名の花火大会を見るのは最後になるそうですね。また50名ということで、もう会社の皆さんで来てるんですかね。ね、なんかね、もう皆さんで毎年年に一度楽しまれているイベント、その感謝の気持ちを込めてという花火師の皆さんありがとう、そういう花火があるっていうのもやっぱりいいですよね。いいですね。これ花火師の皆さんも嬉しいですよね。はい、10% は安全にきちんと上がれる、安全にきちんと、残りの 20% は予定にきちんと出てみんなに伝わるっていう、はい、ですかね。ではこのテーマファイヤー、今音楽かかりました、打ち上がりました。まずは紫色、藤色の花火が5発ずつ上がっています。さらには上がっています。いやー、この紫色、綺麗な発色ですね。でその後のこの水色も、まあ、ミントグリーンというか、明るい水色、キラキラしてますね。はい、新しいカラーですね。はい、涼しげな水色、そしてその後はかなりビビッドなピンク色、はい、まあ、桜色にも見えるんですが、非常に明るいですね。そうですね、はい、でそこから一色ずつ今色を大切にするように花火が上がっています。今黄色が加わってきましたね。一色ずつパステルカラーを、はい、パステルカラー、これ中間色がね、そうね、今ね、白っぽいブルーとかも綺麗ですよね。はい、まずは水色、ピンク、黄色のパステルカラーが今夜空に広がっています。ここで安堵を感じていただければ優しい色で安堵を感じてください。なるほど、非常に、はい、そうか、優しい色で、そうですね、
ところの第二楽章というイメージオレンジ色基調だって変わりますね。はい、ほう、このオレンジ色も非常に鮮やかで、また今度は地面の方の色が変わったんです。また先ほどからの3色が使われています。はい、静と動ですね。今度はまた上空です。左右2発大きく上がって、さらには上空です。一番高いところで、はい、これは輪っかのようなね、はい、今オリンピック期間中ですけれども、五輪という感じですね。はい、五輪イメージなんでしょうか。まさにね、はい、5つの輪が広がりましたね。いや、またですね、はい、この輪がそれぞれまたさらに単色じゃないというところが、ね、素敵ですね。はい、いや、綺麗です。さらには3つの大きな花火が上がりまして、はい、花開いていきました。5箇所から上がりましたね。はい、藤色の花火がシャーと落ちたところに、今度は黄色です。そして水色ピンクに変化して、おお、もうここからは一気に色彩が、はい、カラフルですね。もう我々の脳の処理能力を凌駕するだけの、はい、平和の実現を皆様で祈念しましょう。さあ、上がりました。はい、これは平和を祈る花火ということですね。大きい花火上がりましたね。大きいですね。在日パレスチナ代表のワリド・シアムさん、そして在日ヨルダン大使のリナ・アンナームさんからの、このパレスチナガザ地区の平和を祈ってというメッセージ花火、大きな花火が上がりました。はい、匿名の方からのメッセージです。京子、空から見ているかな。家族、友人も優しく見守ってください。お空の京子さんへのメッセージ花火、いやー、高くまで上がってきます。空まで届いていますよ。これは大きく開いていきました。あ、線香花火みたいな。あ、そうですね、ちょっと線の細い、はい、感じでしたね。明るさが、はい、細い感じで、京子さんも繊細でいいですね、うん、優しい明かりのね、金オレンジに近い色なんですけれども、温かい光でした。はい、空の京子さんへのメッセージでした。坂本優さんからのメッセージです。重ね、今日から夫婦だね。結婚してくれてありがとう。新婚さんの花火ですね。はい、3箇所。さあ、これはどうなりますか。あ、かわいい。かわいいですね。お花が開いたの、まさにお花が開いたような緑と赤のね、
ところですよね。これもいいですね。おめでとうございます。幸せの日ですね。どうぞ幸せに。結婚してくれてありがとう。今宵感謝の花を贈ります。またね、奥様への花火でしょうか。あ、なんか3段階ポンポンポン縦にね、打ち上げロケットみたいな感じで7秒光って最後、いやーこれまた大きい、はい、レインボーカラーでしたね。ちょっとこれ今までないパターンの花火でしたね。綺麗でしたね。はい、あ、もう一発上がりますね。さあ、また上空高いところへ、はい、グラデーションで綺麗に変化していきましたね。七色に変化しました。はい、こちらもご夫婦でね、奥様に当てた花火と感謝の花、はい、よくさん、全身で受け止めてくださいね。TS さんよりメッセージです。ハッピーバースデー、みほこ。いつもそばにいてくれてありがとう。この先もずっと。お、3箇所から上がりました。低い位置、ものすごく大きいですね。そうですね。へー、そしてその後高いところで、お、はい、あー、まあ、さらに最後に上がりました。ハッピーバースデー花火、花束みたいにね、綺麗でしたね。みほこさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。これこの先もずっとってことは、もしかするとこれ来年はプロポーズ花火が上がっちゃったりするんじゃないですか。いや、でもここはもうご夫婦かもしれないし、どうなんですかね。いや、でもそうか、その可能性も、ね、いつもそばにいてくれてありがとうございます。ありますね、確かに、いや、もうどんな形でもいいと思いますけどね。そうです、もう幸せにね、はい、素敵なお誕生日になったかと思います。メッセージ花火のその2ということでお届けをいたしましたが、この後プログラム上ではまた特大スターマインが、はい、3プログラム連続で行われる予定になっていますね。はい、メッセージ花火いいですね。皆様、大変ちょっと羨ましい。ちょっと待ってください。これは？これは？これは？プロポーズメッセージです。プロポーズ花火ついにここで。大変長らくお待たせいたしました。皆様、先ほどのよりも大きな大きなご声援をよろしくお願いいたします。ここでついにプロポーズ花火が、いや、準備が整ったみたいですね。はい、いつも笑顔でありがとう。僕と結婚してくれませんか。さあ、なったなったなった。これは高いぞ、高い。まだまだまだ、ピンク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 の後、あ、なんかもうハート型みたいですね。いや、もうあの神明の花火ファミリーですよ。他人じゃないですよ、です、ね、僕らね、もうね、仲間です。そうです。これね、あの結果報告がもしかしたら本部席にあるかもしれないので、情報が来次第ですね、我々も皆さんにこちらの結果をお届けしたい、ね、お伝えしていきたいですね、はい。まあ、いろんな方がいらっしゃいますので、恥ずかしいわっていう方もいるかもしれないし、確かに、ね、あるいは会場のね、結構離れたところにいらっしゃるパターンとかもあるかもしれないので ね、はい。でも素晴らしい花火上がりましたのでね、これは絶対思い通じますよ、はい、ですよね。いやいや、素晴らしいプロポーズ花火が打ち上がりました。はい、彩りを添えるため、またヴァンフォーレ甲府を応援していただくため、クラウドファンディングを実施しました。多くの方からご支援をいただき、本日特別プログラムとして超特大コラボ花火の打ち上げが決定しました。この場を借りて心より御礼申し上げます。それでは特別プログラム超特大コラボ花火、
風林火山青赤の誇りです。サッカーの応援で歌われるチャントでスタートします。ぜひ応援に合わせて手拍子をお願いいたします。お手拍子とともに花火ってなかなかないですからね。いいですね、ちょっと本当試合中みたいなテンションでね、見られますね。これはあ、本当の音源だ。めちゃいいですねこれ。フィナーレ、佐伯さんの頭の中での、まあ、イメージがこれから具現化されていくということになるんですね。はい、あ、すごい。まずは地面、え、今これライトではなく花火なんですか、これは。500m、はい、左右 500m 一直線、はい、はやー、これは綺麗だ。V 字に上がっていきますね、はい、V字で、はい、上がっていきまして、今地面からサーチライトのような形で花火がどんどん上がってまいりますね。素敵ですね。はい、いや、初めて見る形態ですよ、これは。おお、もう V 字からのクロスして上がっていく感じ。すごい、ウォーターショーみたいな。すごい。そして上空へと。花火の長い色ですね。虹のような配色で。はい、いや、これ虹色、そうですね。グラデーションになってるんですね。はい、まあ、またオリンピックということで、なんとなく僕ら5色とかそういうものにすごく反応してしまうんですけど。っていうものを
と明るさ、そして平和というのを意識した色合いをやっぱ強く考えてこだわって打ち上げてます。いや明るいお祭り、いやー上空大きなね、花火がまたカラーが変わってまいります。空が広がっていきますね。いやーすごい、もう大きく、いやすごい、まるでね上空サーカス会場みたいな感じじゃないですか。すごい、おお、ね、ウォーターショーみたいですよ。締めた形で、いやー素晴らしいグランドフィナーレを見せていただきました。